始まりました。小林幸子は YouTube ババア。さあ、さあ、さあ、はい。今回ですね、以前、世の中のクズ男エピソード、こんな男は嫌だ。あった。嫌だよねー。サチコプロ女性陣なんか大いに盛り上がっていたので、そりゃ、嫌だよね。第2弾として、改めて、こんな男は嫌だ、じゃなく、実際にお付き合いしていた男性のクズエピソードをネットでちょっと集めてみました。クズエピソードってあるんだ。クズ、嫌だね。もう聞く前から嫌だね。なんか、まあ聞きますよ。さあ、なので、はい、ちょっとそんないろんなエピソードを紹介して、まあ、サチコさんがどう思うのかっていう回でございます。うん、みんな聞こうね、はい、もうね、はい、さあ、まず早速一つ目、ホストの異常なクズ男率。高校卒業してすぐに付き合った彼氏はホストをしていました、うん、お店には行ったことないけど半分紐状態。ご飯を食べに行っても割り勘。あら、家に来てご飯を作ってあげると給料がほぼない同僚を 4,5 人呼ばれる。やるのが大好きな男で、泊まると毎晩4回ぐらい付き合われました。ちょっと待って、何まるで利用されてる気がしてしんどかったので分かりました。分かった。本当にクズでした。うん。この女性23歳。ああ、よかった。本当によかった。もっと早く別れた方がいいと思います。本当ね。そして2番目。多めに払うね。付き合っている時にいつも割り勘なので、ちょっと不満を感じてしまいました。そして私の誕生日、レストランで食事した後、会計する時に、今日は俺がちょっと多めに払うね。と言いました。彼が私より多く払ったのは、300円でした。翌日別れました。女性39歳。おお、何を言うと多めに払う、多めに払うねっていうことって、ある意味では自分が払うっていうふうに思いたいよね、普通ね。しかも300円だけ多かった。で、さらに彼女の誕生日ですからね。あ、誕生日、誕生日のご飯を割り勘にして300円多めに払ったら正解。そして3つ目、悪いモンゴル行ってた。20代後半に付き合っていた彼は仕事はできる人だったけど、連絡がすぐ取れなくなる放浪癖のある男でした。ある年の夏、私がお盆休みにもかかわらず連絡が数日間取れなくなり、しばらくしてから嬉しそうにモンゴル土産を渡された時は、あまりの価値観の違いにこの彼に対する諦めがつきました。モンゴル、こんな男許せない。しかも数日間音信不通ですからね。本当に何にも気にせず言っちゃってて、だからそういうことを考えることができないクズ。さあ、続いてのエピソード、はい、30歳の時に使っていた彼氏です。仕事はフリーのイラストレーターで、自分は鬱だと言い、なんとか彼の力になってあげたいと思っていましたが、都合のいい時に病名を使って定職にもなかなかつかず、待ち合わせの時間もいつも遅く、私の方が鬱になりそうになって分かりました。よかったね、鬱になる前に別れて。本当によかった、大正解だと思います。毎回遅刻はないです。それはもう云々関係ないもんね、人間としてはおかしい。自分がどうやって生きて、どういう形で生かされてるのかって、もう基本的に根底が分かってない。ダメ、深いですね。とっても深いですね。さあ、続いてです、はい、これありがちです。ありがち、束縛がひどすぎた元彼、元の友達どころか女友達の連絡先も消されて、その上に暴力まで振るわれるようになりました。とても怖くてもう耐えられません。それはないよね。暴力、何の暴力をする、なんで、おかしいじゃん。だってさあ、続いてのエピソードです、はい、私が23歳の時に付き合っていた2校目の彼氏は超がつくマザコンでした。私とデートしている時、何度も携帯をチェックするので、誰と連絡をしているのか聞いてみると、うん、お母さん心配性なんだよ。あー、嫌だー。ほら、みんなすごい、ほら、嫌だね、嫌だね。よくよく聞いてみると、一人暮らしの彼は寝る前にお母さんにお休みの電話をして寝るそうです。寒気がしてすぐ別れました。まあ、もう大正解。もうダメ、マザコンはダメ。絶対だよね。ね、私の知ってる人は、やっぱりそれで離婚したのね、その女性はね。で、どういうことかっていうと、別に何でもないんだけど、でも、お母さんが呼んでもいないのに、しょっちゅう来るんですって。それで、うちの息子に、何食べさせてるの？あ、こんなものって言って冷蔵庫開けて、そういうこと、もうそれでもう絶対嫌だ。それで、その時はいいんだけど、それを、そういうことがあったからって、旦那さんに言ったら、自分の方を擁護してくれなかった。そういうことだ。うん、それダメですね。お母さんは例えばそういうことで心配できたんだとしても、それをそうなのよって言ったら、分かったよ、じゃあ俺が言っとくよ、袋にそんなことにもらって言っとくよ、じゃなくて、うーん、で終わっちゃったって、もう絶対嫌だって。そうですね、嫌だね。さあ、続いてです、はい、
20代前半の頃、彼女と別れたと言っていた男友達を付き合うことになったのですが、実は未練があったらしく、ダラダラと元カノと会っていたので、よくあるパターン、別れることにしたんですが、もう会わないからという嘘に3回ほど騙され、結局別れました。元カノに高価なプレゼントもあげていたらしく、本当に最低なクズ男でした。本当だね、最低なクズ男だと思いますし、早く気づきなさいよ本当に。だそれも必要、女子力そっちの方の力もつけてください、本当に。割と分かりやすいんだよね、男の人の嘘ってね。ね、わかるのよ、わかるのよ、恋も二度目だろうと全然意味違うんだけど、感すごいよね。なんかや悪いことをしたりなんかあるってね、心にね、そうすると妙によそよそしく優しくなっちゃったりなんかすることない、帰ってると。ああ、いや、でも嫁に嘘をつくっていうことがないから、この野郎うちの旦那さん、この女なんですよ何もない、すごい上手いから。そうですね、本当に何もないからものすごい上手い、あの、サスコさんの旦那さんの場合ものすごい上手いもんな気がします。私もそんなような気がするさあ、続いてです、はい、私が経験したクズ男はギャンブルにハマってお金をたかる人でした、私がお金がないから無理と断ると、寝ている時にこっそりと財布からお金を、最悪、しかも取ってないと知らばっくりましたそんな人とは付き合ってられないと思い2ヶ月で別れました。今でもギャンブルをしている人は無理。ダメダメ、やっぱり いっぱいいるよね、いたね、本当だね、さあ、そしてもう一個お金に関する、はい、話ですね。20代後半女性、20代前半の頃付き合っていた人はアラサーなのにお金にルーツなクズ男でした、付き合って1ヶ月でお金貸して、と言ってきて、その後の返済は1ヶ月に1000円程度、お金以外にも人間関係にルーズな面があり、前の彼女と別れたことを親に話していないとか、その彼女との結婚はまだかと言われているとか、そういう話を平気で私にしてきました。会社の人から嫌われていると悩んでいたけど、そういうとこが嫌われる原因だと罵りたくなりましたもういいから早く別れてなさいって、私もういい、もう最後まで聞かなくても本当に思いました。何しろいいですか、今これを見ている、女性の方わかりますか、何しろお金のことを言ったら、あのオレオレ詐欺じゃないけどね、お金のことを出したらもう絶対ってやめると、同じお金のことを出したら絶対その人とは別れてください、もう間違いなくダメです、だってギャンブルのお金こそどうにもならないですよ。お金のことを持ち出してきたらその男はもう別れなさい、絶対ダメです、もう、ちなみに井上さん、このテーマの話はすごくなんかないよないよってずっとおっしゃってますけど何か、なんか経験済みですか。ありましたね。お金貸してくれっていう男いました。貸したんですか。しませんでした。なんでお金貸してくれって、何のために、事業をなんか、またそれをまた上手に言って、この事業がこううまくいったら一緒に何をするとか、ね、もう夢をずっと語ったりなんかして、そのための軍資金をって、そうなのって言ってたんですけど、一応ね、しませんよし賢い、すぐ、偉いね。それで結局その人事業やったの、やるわけないよね。消えちゃいました。あなたは消したんじゃない好きやね、好きやね、古い消えないからなって、ね、さあ続いてです、女性38歳、20歳の時に付き合っていた彼氏、アルバイト先で知り、その時に彼には彼女がいたのですが、2人で会うようになり、私に乗り換えたのが始まりでした。付き合い始めてからよくおかんがという話をしていて、初めて行った場所でもおかんが昔行ったことあるとか、食べに行くのもおかんが昨日近所の人に行って、おかんってお母さんでしょ、お母さんです、おかんね、美味しかったって言ってたから行こうとか、就職先を決めるのもおかんがここがいいと言っているとか、何をするのにもおかんに相談し、じゃないな、その通りに行動する異常なマザコン男でした。あ、おかんの考えが全てのようなので、彼氏のおかんと付き合っているような感じがして感情的に分かりましたそうね、そして続いていきます。お金にせこい上に結婚相手にお金をせしめようとするクズ男、割り勘で支払う時も自分でレジに行ってやや多めの金額を私に伝えてきました。これすごいですね、クズ、いやちょっと今までの中のすごいクズだね、クズ、あらやだ、ここでちょっと稼ぐなよななんでちょっと稼ぐなよ、ちょっとのことでもう舐められてる ね女をね、本当に許さん、多く払ってるよって思わせておいて、実は全然少ない金額しか払ってないんですよね、あらやだ、すご
すごい。割り勘は決して悪いことではないから別にいいんだけど、うん、あの割り勘の仕方あるよね。そこでやっぱりその人の人間性みたいなのが出るでしょ、うん、1円までこう割り勘にしちゃってるのはそれ嫌だよね。割り勘は否定しません。割り勘は否定しない。仕方ですよね。仕方だよね。さあ続いてです、はい、これもまたお金の話ですね。37歳女性、心して聞こうね、はい、32歳の時に婚活を頑張っていた時に紹介された男性とのデートの話、デートの話、まだ彼氏じゃないですね、はいはい、相手は2つ年下、うん、ドライブデートで車を出したのは私、うん、ガソリン代くらい出してくれるのかなと思っていたけど、うん、そんな話は全然出ない。あ、出ない。立ち寄ったお土産屋さんで私がコーヒーを買ったら、はい、これと200円渡されました。ガソリン代出してないからと言われ、このコーヒー代200円でガソリン代と高速代をチャラにしました。もちろんランチも割り勘、しかもその後私が派手に転んでも手を貸してくれるわけでも大丈夫別れちゃえと声をかけてくれるわけでもなく、別れちゃえ爆笑していました。その後の連絡は全て無視しました。失礼だよね。やだね本当に。では次です。33歳女性、はい、25歳頃に付き合っていた男の話、うん、週末のデートはピクニックに行きたいというので前日に材料を買って当日は朝早く起きて手作りの弁当を用意しました。夢があるじゃない。一生懸命作ったのに美味しいの一言もなく、やっぱり今度から外食なと言われました。その彼とはすぐに別れました。何言ってんのよ。だってピクニックのお弁当作るにどれくらいの時間、朝早く起きて、もしかしたら前の日仕込みしてるかもわからない、いろんなことやっていたのに美味しい、まあ、たとえもしかしてそんなに美味しくなくても、ああ美味しいねとかいいねとか、ああこれはなんか大変だったのとかって普通は言うだろう。付き合うん、いやでもこれちょっと僕思うんですけど、うん、作ってくれたご飯が劇的にまずかったらどうする。劇的にまずくてその状態だったら僕はまず作ってくれてありがとうは絶対言います。そうだよね。そうね。そう、まずいのは置いといて作ってくれてありがとう、でもこうだねは言います。僕何も言わないで多分二度と弁当を作る機会を与えない。あ、そうです、ね、それはもうそこにはちゃんと優しさがあるのよね。さあ続いてはなかなかこれもまたありがちな話ですね。ヘビーです、はい、36歳女性、年上の彼と付き合って3ヶ月ほど経った頃、ん、私は高熱を出してしまい一人暮らしだったので、うん、彼に甘えて家に来てほしいと連絡してみると、うん、折り返し電話するよ、うん、と言われました、うん、数分もかかってきた電話で、うん、母さんが風邪がうつるからダメだってと彼に言われて電話は切れました。彼と二度と連絡を取ることはありませんでした。マジか。マジで。彼自身があれじゃないですか。何でもかんでもお母さんに確認しないとできない。マザマクザもやだね。あの私あのまだ女優さんをやっていた頃の高橋英樹さんの奥様ね、うん、と一緒に仕事してたんですね。結婚を決めた時の話を私聞いたのね。そしたら自分がものすっごいやっぱり風邪で、そしたらその話をしたんですって。そしたらすぐに来てくれたんだって。でも時代劇のカツラのまんまで来たから。いい話じゃないですか。それで全部で冷たい、持ってきてあげて、うん、あれ看病してあげて、高橋英樹さんかつら衣装着たまんまで来てくれて看病してそのまま帰ってまた時間が経ってまた来た、もうねそれでね、あこの人私は信じていいんだなって本当に思ったって、そういう美談もあるんですよ。桃太郎侍だったかどうかちょっと今度電話で聞いておく。撮影所からそのまんまの格好で来た。着替える時間多分なかったと思う、撮影してるから続行して、うん、かっこいいよね秀樹さん。まあやりそうな、秀樹さん大好き、本当にすっごい。こういう男性もいらっしゃる。うん、そうだよ。さあ幸子さん、はい、ということで、世の中の、クズ男エピソード。いやー世の中には本当にこんなにクズがたくさんいるとは思いませんぜ。クズにしたいぐらいですね。ほんま意味わかんないんだけど。というわけで今日は笑ったね。でも本当世の中にこんなクズ男がたくさんいるとは思わなかったんだけれども、いいですか皆さん、恋愛するのは結構、あのね、恋愛は数ではありません、恋愛は質です。クズの話もすごく伺いたいんで、あのぜひぜひこっちに送ってください。コメント欄に、そうそうコメント欄に。そしたらあーって言いますから、それもそれで楽しいです。はい、じゃあね、登録お願いします。クズの登録ってのは変だね。